こんにちは、ロクゼロロクルです。今回はですね、こちらキットカットプリン味。はい、最近ね、焼きキットカットが流行ってますよね。まあね、うん、結構前に宣伝とかもいっぱいやってましたね。で、もうね、あれなんですけど、いい香りがするんですけど、まあね、こちら今月は焼きキットカットのプリン味ですね。で、今焼いてないキットカットと焼きキットカットがご用意されています。普通のキットカットはこんな感じ。ほら、キットカットって書いてあるでしょ。で、焼きキットカットがこちら。まだ結構熱いんだけどね。結構ね、ほらわかるかな、このこれ、ほらキットカット KK ぐらいまだギリギリ見えるでしょ。大きさは ほとんど同じですね。まだ熱いですね。うん。で、これね、焼きキットカットの焼き方はこちらに書いてあるので、こちらを読み取ってください。はい、こんな感じです。読み取ってね。はい、では、まあね、うん、みんなやったことあるのかな。これね、普通のキットカットしかやったことありませんよ、キットカットは。じゃあ、これが冷める間にちょっとね、これを食べていきましょう。プリン味、いただきます。外はプリンみたいで、うん、うまっ。中は、カラメルなのかな。うん。うまっ。何これ、うまい。うまいんだけど、そう以上に。サクサクでね、すっごい美味しかった。はい、焼き切っとかと、おお、溶けてる。食べていきましょう。うわ、下がほら、下が溶けてる。食べよう、早く。じゃあ、いただきます。焼きキットカット、うん、サクサク、ほら、こんな感じ。あ、キットカット、普通のキットカット、うん、どっちも美味しいね。そのキットカットは、あ、キットカット、正直これ焼きキットカットの方が美味しかった。まあね、これ一気に2つ買わなくてもいいよって人はね、割って1つずつ、ね、焼いたり普通に食べたりしてもいいんじゃないでしょうか。これね、バラだけじゃなくて普通にね、いっぱい入ってるプリン味もあるんで、ぜひ試してみてください。他にもね、キットカットね、ビター味とか普通のチョコ味とか抹茶味とかいろいろな味があるので、いろいろな味で焼きキットカット試してみてください。結構美味しかったのでね、皆さんもね、行ってみてくださいよ。じゃあ最後にキットカットと焼きキットカットのコラボでって、何これ、俺は何がしたかったの、俺は何がしたかった、いや、何をしたいの。合わないな、ピントが。
はい、今回は焼きキットカットプリン味のご紹介でした。焼いてみて、普通に食べて、どっちも美味しかったです。でも僕は焼きキットカットの方が好みですね。皆さんもどっちが好みかコメント欄お願いします。チャンネル登録もお願いします。では次回会いましょう。バイバーイ。